めっちゃゲリラ配信なんですけど <laughs> いつもいつもさゲリラ配信さあゲリラ配信してやりますって言ってるんですけどちょっとガチゲリラ <laughs> こんばんは15分だけやるね少しだけ配信する15分だけするって書いておこうかな 生誕祭決まりましたそういえば生誕祭来てくださいね絶対にちょっと来てもらわなきゃ困るんで生誕祭絶対来てね生誕祭絶対来てくださいねちょっと来れなかったら困るからねなんかちょっと予定かぶってる方はあの その予定をちょっとやめてもらってキャンセルしてもらってあの <laughs>、仕事もあの休んでもらって来てください。いやなんか平日の木曜日っていうのでちょっと不安で会いたいんですよみんなと。3人とかしかかかし来なかったらら泣いちゃうから え来て行こうかなって悩んでる方は絶対来てくださいおいで私は運がいいから絶対に雨は降らせませんので多分新幹線とかは止まらないと思う絶対来てくれてさ生誕祭3人なんかみんなさその日さ結構いろんな記念日と 重なってるけど、リネちゃんの生誕祭来てね。予定あったけど、秒でキャンセルしたわよな。ーありがとう <laughs> やばい。予定あったけど、予定あったけど、キャンセルしていく。やばい。もう大好きだよ。嬉しい。え、でも、STU の運営さんがこんなに早く日程スケジュール出してくれるのは珍しいから、私もう引用しちゃって、引用っていうか、 2回引用しちゃったもんびっくりしてこんなことあるみたいなめちゃくちゃ珍しいから多分これ来いって言ってるようなもんですね <laughs> 来てってもう一回あの「源ちゃん生誕祭来てください」って言ってるようなものですから、はい、めちゃくちゃ珍しいから今までね生誕祭ね私ねあのそう1ヶ月以上前に教えてくださって。 今まで私の生誕祭はあの他のメンバーと昼夜公演で昼夜公演であの一部二部の構成だったけど今回はもう私単独の生誕祭でまあ平日なんだけどまあ大体平日にするよね生誕祭。キムカハートありがとう。 こんばんは。なので、ぜひ来てください。えひろんハート。ありがとう。来てください。ぜひ。あの、リネちゃんおしさんも、リネちゃんおしさんじゃない方も、ぜひ。あの、多分、あの、多分、リネちゃんをしないよって方とかも、ぜひ。あの、推しメ見に来てください。私じゃなくても。<laughs> 本当に、はい、お願いします。 絶対来てくださいお願いしますりゅうせくんハートありがとう。まっちゃんばっきゅんばっきゅんばーんばーんばーん画面よろしくお願いわいありがとー絶対来てください絶対来てください平日だけど来てください いや分かるそういつもねこれぐらい情報早かったらいいんですけど嬉しい絶対に来てね約束ですよあのピーおこしありがとうゆういちくんいいねありがとうこんばんは てか11月入ったの生誕されたまた別にあと,あと3日後 ?3 日後か3日後にリエちゃんの誕生日がありますよやばいよ嬉しいすぎるよトイバッキュンバンバンありがとう超リアバも超楽しみなんです11月5日誕生日で お祝いいしてください生誕祭も来てほしいし生誕祭の詳細が発表されたから生誕祭も来てほしいしよ3日後に内海り奈ちゃん誕生日だから3日後もお祝いしてほしいし2回も楽しみがあるから嬉しすぎるもう本当に楽しみです。ウィルさんハートありがとう たまだるまありがとう。もちはだくんボールありがとう。るかちゃんハートありがとう。トイ音符ありがとう。てかちょっとちょめでたい話ばっかりなんですけど。あ気のせいだった。めでたい話ばっかりだけど。 岡山の2人が昇格しましたやばーい森末のひーちゃんとゆうなめっちゃおめでたいもうほんまにうち LINE 持ってなくてさ LINE でさおめでとうって言おうとしたんだけどさ言えなくてさ X の DM でメッセージ送ったのそうマジですごい嬉しいなんかマジ心強いです岡山の2人が昇格なんかほんとに 嬉しいお仕事一緒にできる機会増えるかもしれないからめちゃくちゃ嬉しいねおめでたいよねそう岡山コンビおめでたおめでた見てたまごっち 昔使ってたたまごっちを発掘したんですよでもう一個たまごっちがあそこにあるんだけどあれはお姉ちゃんのやつ使えるんですよたまごっち私のやつはもうなんか電源つけても液漏れ液漏れしてて使えないんですけどお姉ちゃんのやつは使えるんですよお姉ちゃんのやつ見せたいなでもちょっと動きたくないのでここから見せれないまた送るわメールに。 あとねえ、えっとね、爪がね、地爪界隈になったの、そういえば。爪。いつもあれだったけど、ちゃんと地爪になった。超かわいくないまさぴょん。顔向けありがとう。ッチン。ありがとう。なので皆さん、よかったら、りねちゃんの生誕祭絶対来てほしいし、 あと3日後に誕生日なので3日後は本当の誕生日だからお祝いしてください約束ですよ僕と同郷のゆるく押してた子が昇格できなかったから本格的に押すことを決めたマジ いいじゃないで,すかでも私の推しじゃ私は推しじゃなかったのりねりねちゃんりねちゃんのこと好きじゃないのじゃ他のコースって方はりねちゃんのことが好きじゃないって方ですよねそれってえあーもう分かりました好きじゃないんですね私のこと <laughs> あああれなんか私のこと好きじゃないってことなんだ なんかもう誰推しとかそうやって私のことを嫉妬させる人は許さない許さないし私はリネちゃんのことが好きって言ってくれる人だけが好きだからだから急になんか「最近この子」とかって言っても嫉妬とかしない嫉妬とかしないもん <laughs> 嫉妬とかしないもんあそうなんだ了解じゃあはい 感じだもん。<laughs> だもん。そうやって思ってますよ。<laughs> そうやって <laughs> 思ってるけど <laughs> で。てな冗談で。辛いから。辛いから。 そうそうそう <laughs> <laughs> な初見さんありがとう STU4 テーズのリエンダンことうつむりえです面白かったら X とインスタグラムとこのルームのフォローお願いしますううん。嫉 <laughs> 妬 <laughs> お寿司くん結婚したよいいよかわいいありがとう 15分だけ配信するって言ってたけどさ15分来たまだ来てないですよね麦茶君ハートありがとうよっきんいいねありがとうゆうちくんかわいいありがとう 嬉しい13番目に押してるえなな何番目でもいいよだって私だいたい2番目のオンラインされやすいもんでだからりねちゃんリネちゃんだけって言う人の方が少ないだからもう慣れてますだからこそりねちゃんだけが好きって言ってくれる人はもう超ベリー大好きかもしれないりね <laughs> ちゃん楽しいって言ってくれる人も超大大大好き リネちゃんにおいしいって言ってくれる人も大好きりねちゃん最下位でもう好きって言ってくれる人は好きでも全然嬉しいでも一番って言ってくれる人はわーもう好きかも私なんでさこの色の卵まっち選んだんだろうあんま可愛くないよねこのこの <laughs> なんで私紅葉紅葉のオレンジ色のやつ選んだんだろうね結構謎なんですよね小っちっゃい頃、ね、私結構オレンジ どこ選びがちだったの <laughs> リネ、今この瞬間のりネちゃんがん好きです、やばい嬉しいどこで覚えたのそんな言葉ダメだよ私以外に言ったらダメだからアンバ君んラブレターありがとう かけっこもらありがとう今日その髪型なんかあるやっとくいないなんか普通にやった一番簡単なヘアスタイルだから楽ちん人生って感じかわいいし三つ編み「一番くじの玉こっち?」いや違う 普通にめっちゃ昔っか私が昔小学校幼稚園の時に使ってたやつガチのでお姉ちゃんなんてピンクなんですよお姉ちゃんお二人はピンク私は何かこれ卵かっこいいよねこのたまごっち電池入れたのに液漏れしてて使えないでもお姉ちゃんなんてほんまに使えるのだからさっきうんちしてたうんちしたら死ぬんですよたまごっちってだからうんちして ニキビができないのに、ここにニキビができちゃって、めっちゃ悩、いです。辛い。ちっちゃい。5億年ぶりぐらいにニキビができました。ここに出来物ができてたけど、あれは多分ニキビじゃなくて熱の肌でした。でも治ったもん。もう辛いね、だこれ。このちっちゃい、でも全然痛くない。ちょっと15分経ったら切らなきゃいけないんで、15分経ったら教えてください。<laughs> あ15分来たねえもっと配信したかったけど多分これ通信できるんですよねじゃあ切るねありがとうございました壇上読んでおしまいにします13位アンバくんありがとう12位ケンくんありがとう11位スーさんありがとう10位ガキ彦ありがとう9位ロコポコありがとう8位オノピーありがとう 七位お辻くんありがとう六位ゆうちくんありがとう五位サージカルありがとう四位広島レモンありがとう三位キムコありがとう二位にょっきみるありがとうそして一位がドゥルッパンマソピョンですありがとうございましたお疲れ様でしたみんなの名前読んだよねなんかさちゃんと見ててもたまに飛ばしてることがあるのでわさつじゃないんですけど ちゃんと見ましたよね。オンピー,ーたま、ありがとう。すじくんにゃありがとう。ギフトも。ケンくんハート。みきゃくんハート。ありがとう。すーさん、ばっきん。ありがとう。じゃあ、終わります。ありがとうございました。もしよかったら、インスタグラムと X とこのルームのフォローをお願いします。バイバーイ。じゃあ、ケハート、ありがとう。バイバイーイ。生誕さん来て